今日本のチームの、石田芳生君が、ヒート中です。1本目を終えて、3番目につけてます。多分ヒートアップするでしょう。私は初めてこの大会に参加しました。ニカラグアの人は、暖かくて、この大会もすごく素晴らしい大会だと思います。以上。